飛行乾板、飛行乾板、飛行乾板、英語、フライトデッキとは艦船における航空機運用のための乾板のこと、ヘリコプターのみを対象としている場合は、ヘリコプター乾板、ヘリ乾板とも言う。飛行乾板は航空母艦にとって最も重要なものであり、黎明機の一部の艦を除いて艦首から艦尾まで通じた全通乾板となっている。教習揚陸艦、 ヘリコプター用陸艦間においても、全通形式の飛行艦班を有しているものが、ほとんどである。文献、書物、作品によっては、航空艦班という用語が用いられる場合も多いが、基本的に飛行艦班と同義である。ヘリコプター、垂直離着陸機を除き、航空機の発着には滑走スペースが必要である。感染上における滑走スペースが、 飛行艦と称される。世界初の飛行艦班はアメリカ海軍の軽巡洋艦バーミングハムに設置されたものであった。全艦班に飛行艦班として滑走台が設置された。これは木製で仮設のもので環境から艦州まで締め前方へ傾斜していた。1910年11月14日に友人バートン・イーリーがカーチスディー服用機を操縦し、 そこから罹患している。1911年1月18日には、サンフランシスコ湾上で着艦実験が、同じく、友人バートン・イーリーの操縦するカーチス D4 複用機によって行われた。走行巡洋艦、ペンシルベニアの5艦班に、特設の飛行艦班が設けられ着艦及び発艦に成功している。ペンシルベニアの飛行艦班には、 現代の空母が装備しているものにつながる着艦する飛行を制動する仕組み横作式のアレスティングワイヤーが設けられていた。ペンシルベニアの時点ではアレスティングワイヤーに適切な制動力を制御して与える仕組みの開発が行われていなかったためワイヤーの両端を砂袋に結びつけ着艦する機体に装備されたアレスティングフックに引っ掛けられたワイヤーが砂袋を 引きずる抵抗を制動力とした。世界初の航空母艦であるフューリアスは、1917年の改造により、全部砲塔を撤去し、全艦板を飛行艦板にした。艦中央に、環境、煙突、観光部に砲塔を残したままであった。当初は発艦のみを行い、後には環境を越えてから横滑りで着艦する、運用を行ったが、 運用性が高いものではなかった。そのため、1917年中に、観光部も着艦用の飛行艦班に改装された。環境は残ったままであり、滑走スペースの不足や、艦の前後への機体の移動が不便であった。1922年の改装により、全通艦班へと改められ、滑走距離が確保され、航空機運用が容易となった。1920年代の、 交渉や、ハービーズでは、心臓時より、全通形式の飛行艦班を有していた。フューリアスのほか、グローリアス急行空母艦、赤城、加賀では一時期、多段式の飛行艦班を有した、多段式空母。フューリアスグローリアス急行空母艦は2段、赤城、加賀は3段である。当時の艦上機は、副容機で発艦、着艦に要する滑走距離が非常に短かったため、 最上段を離着陸に用い、中下段でも同時発汗を狙うものであった。しかし、航空機の高性能化で、より長い滑走距離が求められるようになると、最上段の前兆が制限される上に、仮想の飛行艦板設置位置が必然的に低くなってしまうため、多段式飛行艦板は不便であった。そのため、後年すべての空母が一段式の全通艦板に改装されている。 1940年代までの飛行艦班は直線上であり、着艦失敗機が完全部に中期中の機体に衝突する恐れがあり、そのまま再度発艦して着艦をやり直すことも不可能であった。1950年代にイギリス海軍でアングルドデッキが考案され、1952年にイギリス海軍のトライアンフで試験が開始された。当初は 感板形状を変更せず、着艦ラインを監守備線に角度をつけたものであった。これは、着艦のまた行が行いやすくなり、安全性が向上するほか、初着艦が同時に行える利点があった。このため、アングルドデッキはさらに発展し、着艦体方向にも飛行感板が拡張されるようになり、20世紀後半以降の大型空母では、飛行感板が左右非対称となっている。 イギリス海軍でも1950年代から既存空母にも海藻により取り付けられたほか、アメリカ海軍のエセックス航空母艦やミッドウェイ級航空母艦にも海藻取り付けが行われた。角度については2、ニミッツ航空母艦で9度となっている。陸上の滑走路と異なり、面積が限られている。飛行甲板においては、発着艦を援助する設備が設けられている。 発艦の支援としては、カタパルトが設置され短い滑走距離での発艦を可能としている。航空母艦用のカタパルトは、第二次世界大戦直前に実用化された当初は、油圧式であったが、1950年代により、高出力の蒸気式へと発展し、将来的には、電磁式が構想されている。インビンシブル級航空母艦をはじめとする、V.S.TOLE 空母。 軽空母では、カタパルトは有さないが、スキージャンプ艦板により搭載機の発艦を助けている。アドミラルクズネツオフモクタール空母ではあるが、ストバー方式により、スキージャンプ艦板を有している。着艦の支援としては、着艦機に急精度をかけるアレスティングワイヤーが設置されている。前述のように1911年のペンシルベニアにおいてすでにアレスティングワイヤーの 横作式理論は存在しいたが、横作式、アレスティングワイヤーは、空母で連続して用いるには制動装置の実用化が不可欠であり、その開発には16年を要した。その間に、イギリス、日本で建造された空母には縦作式、アレスティングワイヤーが設置されたが、制動能力に著しく劣り、問題が多かった。詳細は、アレスティングワイヤー参照。 フランスで1927年に建造された空母、ベアルンで横作式アレスティングワイヤーが実用化された後、各国がこの技術を導入して1931年までに、各国の空母のアレスティングワイヤーは横作式統一された。飛行甲板形状が直線形状だった時代は10から18本と多数のアレスティングワイヤーが設置されていたが、アングルドデッキの実用化により、 着艦やり直しが容易となった後は4本目は3本と少数のアレスティングワイヤーが設置されるようになっている。このほジェット排気がよそへの影響を与えないように、ブラストディフレクターが甲板に埋め込まれており、使用時には甲板より立ち上がり、排気をみがたい逃がしている。飛行甲板は艦隊上部にあり、装行を施すことは、 トップヘビーの恐れから容易ではなかった。飛行艦班の装甲化はイギリス海軍が最初に言っている。装甲飛行艦班はイーグルに装備された。イラストリアス急行空母艦も装甲化した飛行艦班を持ちエ防御であった。ただし代償として搭載機数の減少を招いている。日米海軍は軽防御で搭載機数の多い空母を優先して建造したが、 飛行艦板の脆弱性は実戦運用に不利の面があった。エセックス級航空母艦では飛行艦板は無装甲であり格納庫艦板が装甲化されていた。アメリカ海軍ではミッドウェイ級航空母艦以降日本海軍では大砲において飛行艦板の装甲化を行った。ヘリコプターは発着艦に対し滑走が不要である。そのため 飛行障害の少なさから、全通艦班はヘリコプター用の飛行艦班としても有位であるが、初着艦設備としては必ずしも必要ではない。駆逐艦などにヘリコプターを搭載する場合、艦隊中央上部や艦尾にシンプルな飛行艦班を設けることが多い。また、これらの小型艦は全通艦班を設置できる大型艦よりも同様が激しいことから、 一部の艦では着艦高速装置を設けて、高天時の着艦を支援している。一方、戦備甲板を作業スペースとして使う掘作戦などの場合には、船体前方に大きく張り出すように配置されることもある。ヘリコプター用の着艦高速装置として有名なのが、カナダ海軍の開発したベアトラップシステムである。これは、ヘリコプターの機体下面に設置されたプローブと、 管の飛行艦板上に設置されたベアトラップ及びその移動機場によって構成されており、高天時においても機体を安全に発着艦させ、また格納庫と飛行艦板の間を移送することができる。プローブは艦蒸機の着艦フックに相当するものであり、ここからはメッセンジャーワイヤーが繰り出される。ベアトラップからはリカバリアシストケーブルが繰り出され、メッセンジャーワイヤーと連結されて、 機体側まで引き上げられる。ケーブルが機体と連結されると、ベアトラップ内のウィンチによって巻き取られ、これによって機体は、甲板上まで手繰り寄せられる。ベアトラップの後方半分は四角形の開口部となっており、機体が着管するとプローブは、この開口部に差し込まれ、両側から挟み込まれて固定される。これによって機体は、かかり寄される。なお、このような着管方法は、 海上自衛隊では、テザードランディング。アメリカ海軍では、リカバリーアシスト、ランディングと呼称されるが、ケーブルの扱いが煩雑であることから、実運用上は、よほどの好転でなければ利用されず、多くの場合は、ケーブルに頼らずに、パイロットの操縦によって、直接プローブをベッドラップに差し込む方法。海上自衛隊では、アンテザードランディング。アメリカ海軍では、 テザードランディングと呼ばれるが用いられる。ベアトラップシステムは1970年頃に開発され、サンローラン旧駆逐艦に初めて搭載された後、カナダ海軍で標準的なものとなったほか、海上自衛隊でも採用された。また、後にはアメリカ海軍の要求を加味した上で、ランプス MKEE でロストシステムとして採用された。ただし、 ベアトラップシステムはかなり大掛かりなシステムであることもあり、より小規模なハープングリッドシステムも開発されている。これはフランス DCNS 社によって開発されたもので、欧州各国のフリゲートやメコ型フリゲートなどで広く採用されている。ハニカム構造のステンレスいグリッドを飛行艦板中央に艦板つらい置になるように埋め込み、ここにヘリコプター胴体仮面に設置された。 伸縮式のハープーンを差し込んで、機体を拘束するという仕組みであり、ベアトラップシステムからケーブルを省いて、アンテザードランディングのみで運用するようにしたものと言える。早期の戦艦、巡洋艦においては、作的、弾着観測を目的として、数機の水蒸気を艦載機として装備し、1機もしくは2機のカタパルトにて射出、機当時は水面に着水して、 デリックで引き上げるという運用がなされていた。カタパルトデリック、艦載機の露天形視と移動のための飛行機運搬機場と転車台などの一連の設備は、主に艦の後部の艦板上に設置されていた。この水蒸気運用設備が設けられた一体の艦板を指して、飛行艦板もしくは航空艦板、カタパルト艦板と呼称される。艦板そのものが艦蒸機の滑走を目的とした。 設備である航空母艦の場合と比べ、戦艦、巡洋艦においては、飛行甲板が滑走に用いられることはないのが違いである。第日本帝国海軍の戦艦は、基本的に甲板上面に防熱と滑り止めを目的として機を貼っていたが、混合型から長戸型までの十0隻の戦艦は、飛行甲板エリアに限ってリノリウム張りとされていたため、 外見上の大きな特徴として見分けられる。大和型の飛行甲板は滑り止め加工をされた鉄板実機であったので、これも他の甲板から外見で区別しやすかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。